ちは、ちっちゃです。今回はキューボ炭鉱採掘求むの一番効率的な方法を模索していこうと思います。はい、ではまず一人でやってみた。今回は一人でやってみた、一人で桜式やってみた、二人で20個納品してみた、二人で40個納品してみた、サブターゲットをクリアしてみたの5本立てでお送りさせていただきます。長くなるので基本的にほぼカットで、納品画面と報酬画面だけお見せさせていただこうかなと思います。まずは一人で10個納品してみた。支給品ボックスに戻り玉がありますね。さあさあ、一人でも美味しいかしら。ちなみに猫の秘境探索術を飲んでおります。結構お守りも出たかな。報酬画面なし、お守りなし、あくまで秘境で出た、秘境と採掘で出たお守りのみってことですね。まあでもそれでも結構出てます。約1列。まあまあまあ、一人でのんびりするのは悪くないのかな。はい、では続きまして、一人で桜式やってみたらやろうと思います。現在ね、ローカル通信、ローカル通信で部屋を建てて一人で来ました。まずは採掘をして粘石炭を集めます。はい、では粘石炭が10個集まったので1個1個納品します。これがね、 CC 桜式と呼ばれているクロスまでの美味しいお守りの集め方です。まずは1個1個を入れて、これが10個になったらもう一度採掘に行きます。ここね、戻り玉もらって行くぞ。はい、じゃあ残りを入れてきます。2個でいいんですが、たまたま9個一気に取れちゃったんで全部入れます。今回は粘石炭19個かな。さあ、効くのかしら。お疲れ様です。一人で桜式やってみた。これで良ければザザミ採掘をもうしなくていいですもんね。ザザミ採掘美味しいんですけど、流れ金ポイントが張り主はガツガツ減るから、これで流れ金ポイントを稼ぎつつお守りも稼げれば最高に入ってやつなんですが、最高に入ってやつだぜ。1個、マジか、1枠か。でもということはキョーンとかつければいいのか。変わんないっすね。でもまあ1個は出るか、ローカルだったら。はい、ということで2人で20個を納品しに行こうと思います。今回はマネージャーさんに協力してもらいます。行くぞ。はい、では10個ずつの20個納品しました。数的にはさっき19個だったんで、桜式の時あんま変わんないんですけど、報酬は変わるのかな。あ、ちなみに採取プラス2、英雄のお守り、あとランナーがついてる、ランナーじゃないや、キープランがついてますね、この装備。お疲れ様です。お、ちょっと増えてる。20個から増えるのか、インターネット通信だから2人だから増えるのか。で
でも20個納品良さそうですね。うんうん、2列になりました。あ、これあるんちゃう。40個納品結構良さそうな気がしませんか。はい、では2人で40個納品します。4人で10個ずつ納品したと。同じとかでして、まあ、同じかどうかわかんないんですよ。同じかどうかわかんないんですけど、多分一緒だと思います。これね、美味しければ、タンホレ部屋ができちゃう。まあ、あとサブターゲットですよね。こういうの意外とサブターゲットが美味しかったりしますから、まあ、今回のサブターゲットは、ブラキディオス1頭の討伐。なので、ちょっと頑張ります。おー、美味しいんじゃないですか？美味しいよね。3、2、あ、美味しい、美味しい、美味しい。あ、これは美味しいわ、3列。いいですね。3段6、スロー3。大勝利だわ。いやー、美味しいです。皆さんもね、ぜひ3段許可、6スロー3とかね。納刀銃スローさんとかいっぱい出してください。はい、ではサブターゲットをクリアしに来ました。私が装備しているのは、弓です。この弓の装備に関しては、今作のこれ作っとけ弓という動画を投稿しておりますので、ご興味がある方はそちらをご参考ください。一応概要に URL は置いております。多分初期位置2番だと思うんで2番行きます。いました。我が愛しのブラキディオス様。いや、かっこいいな、ブラキー。なんかもう、結婚して虐げられたい。すごいモラハラされたい。これ伝わりますか？私のこの気持ち。こうブラキディオスってやっぱりこう、オラオラ的なとこあるじゃないですか。イメージ的に。まあでも実際家庭に入ったら嫌なんだろうな。ほっ。武士道院。ブラキディオス、たまに行く質は、尻尾と頭が、頭じゃないですね、顔が弱いです。頭っていうか、角は非常に硬いので気をつけてください。トランプマンさん！いやー、これもしかして攻撃力高いですか？もしかしなくて、もうそうっぽいですね。さっき、一気に持っていかれてた。なんか動きも怪しいですもんね。どう猛みたいになんか急に速くなってる気がする。これはラグのせいか。いや、私が立ててるしな。ほい。ちょっと不穏な空気を感じます。当たらなければどうということはない。ちなみにもちろん G級ブラキです。 G級ってちょっと動き速くなったりします。今作すいません、あんまりまだ今作のブラキちゃんをペロペロしてないので分かってないだけかもしれないですけど、なんか速いですよね。速いですね。これが G 級ブラキなのか、もしかしたらこのクエストのブラキなのか、それとも早い。明らかに早い。明らかに早い。ちょっと罠に甘えよう。罠罠してきた。お帰りなさい。ナウスとブラキってそんなに相性良くないんですもんね。お。よいしょ。真ん中3本はきっちり弱点に当てていく立ち回り。
これどうなんですか？ GQ ってこういう、このブラキなんですか？それとも私の回線がおかしいんですか？痛いよー。そうでもない。あ、怒ってないからだ。怒った時には一撃かもしれないですね。もしお分かりの方いらっしゃいましたら、この動きが速くなるのはみんな GQ ならみんなそうなのかどうかコメントで教えていただけると嬉しいです。うわ、これハメハメしたいな。いてーまあまあ怒ってても一撃ではなかった、うん、攻撃によっては一撃になりそうな気もしますね。はっ、よいしょ。SP! 間違えた。失礼しました。閃光玉投げようと思ったら、戻り玉しちゃった。あ、怒られた。怒られた。ごめんなさい、ごめんなさい。すぐ戻ります。よっ。よいしょ。クーラードリンク。閃光玉。クーラードリンクは飲んでた。トランプマンさーん、これ荷物じゃない？あ、移動した。いやー、気をつけないと。それにしても迷いました。6番なんですね。あ、ペイントボールつけとくべきだったなぁ。ナイス。しかし、ブラキニオスは、しびれはなり非常に強いので、時間が短い。よいしょー、アクセルレイン。よっ。落とし穴も、何回かかけるともちろん短くなるんですが、比較的長めに。てくれるのと頭が出てるんですごいいいですね。ただ尻尾切りたい人には落とし穴あんまり良くないんだよな。ほい、尻尾という概念を捨ててきた。よいしょ。強生薬グレード飲みたい気持ちはあるけど、せっかくなのでこのまま攻撃しようかな。ほい。早い怖い。飲んじゃおう。あ、ペイント瓶あるじゃん。さすがのペイント瓶にしよう。また迷ったら元も子もないですもんね。ほい、オッケーイ。興味さして。よいしょ。あとどんくらいかかるんだろう。もう少しだったら嬉しいな。でもすごい起こりやすくなってるんで、多分もう少しな気もするんですけどね。お！引きずったー。いやー、うまい。8番。ペイントしててよかった。捕まえちゃいますかね。いや、なかなか手強かったですね。2人だからっていうのもあるかもしれないですが。早い。かかってくれるかな。オッケー、いい子だ。お疲れ様にしては、サブタゲで。達成します。お疲れ様です。離脱！あ、そっか。一人一人の判定になるんだ、サブターゲットだったら。クエストクリア。さあ、報酬が気になります。私、とても気になります。うん？ん？これは、え、待って。
ゃないですか。まあ、一人でやるときは、やばい、カニ炭鉱ってレベルじゃないですね、これ。完全に、完全にサブターゲット大勝利。まあ、一人でやるときは、納品でもいいけど、これ、4人集ま、空きがない。よかった、仮面はない。仮面はないよね。仮面はないよね、大丈夫だよね。あー、よかったー。一人でやるときは、普通にね、石炭しても、秘境術分はゲットできるから美味しいですし、流力インポイントも手に入るし、なにこれ？なにこれ？激しいなぁ。これは4人で集まったら、ブラキディオスを、ね、サポートで固定して、ヘビーで撃ち続けてもいいかもしんないですね。その動画も改めて出そうかな。ということで、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。キューボ、炭鉱採掘求むの一番効率的なやり方を測ってみましたが、結果は、サブターゲットクリアでした。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録を。チャンネル登録をお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー！バイバーイ！